情報キャッチアップビズレコ。先日ダイソンの新製品発表会が行われました。今回発表されたのは洗面所などで使われるハンドドライヤー3機種。ダイソンが初めて B2B 市場に向けた製品です。So we came up with a new way of drying hands, which is to scrape the water off your skin like a windshield wiper scraper, rather than trying to evaporate the water off your hands. 製品の核となるのが掃除機で培ったダイソンのモーター技術。高性能の小型デジタルモーターと 0.8 ミリの細い吹き出し口がシート状の空気の層を時速 690km で送り出し、手に残った水滴を10秒ほどでかき落としてくれます。またハンドドライヤーでは初めてヘパフィルターを搭載。空気中の最小 0.1 ミクロンのバクテリアを 99.9% 除去して衛生的な空気を送ることができます。すでに国内のホテルやレストラン、空港など商業施設で採用が始まっているダイソンエアブレードハンドドライヤーシリーズ。製品の詳細はダイソンのウェブサイトでご覧いただけます。先日丸善丸の内本店の3階にある日経セミナールームで本の刊行記念イベントが行われました。出版されたのは豊島逸夫が語り尽くす金、為替、世界経済。編集にあたった日経マネーの大口編集長にお話を伺いました。投資の世界も今非常にグローバル化してますので、例えば日本株を投資するのでも、為替の動きとか世界がこれからどうなるかといったことを知っておく必要があるんですね。そこは非常にお詳しい豊島さんのノウハウをいただくことで、投資の成功率も高められるということでこの本を企画しました。豊島さんというと金に詳しい方という印象あると思うんですけども、もともと世界の金融の第一線で働いていたこともありますので、その辺のノウハウをこう全て入れましてですね、ニューヨークから金の大消費地であるインド、その辺 の現地ルポも含めて世界各国を飛び回って、でそこでこう得たものを全てこう入れていただいているという構成になっています。もちろん投資家の方全員読んでいただきたいんですけれども、特に今回は初心者向けに入り口の部分を厚くしてますので、その部分が非常に分かりやすくできていると思います。初心者の方にも読んでいただきたいですね。豊島逸夫が語り尽くす金、為替、世界経済は全国有名書店にて好評発売中です。今回紹介した情報は日経 CNBC サイトビズレコページでもご覧いただけます。